どっか行くの？いや。食べる一緒に。一番冷えるからね。いただきます。はい。この時間にみんな起きてくるって珍しいね。初めてだよ。この時間にみんなが起きてるって。しかも日曜日だから。日曜日。すごい。本当この時間にみんないるなんて。旅行に行くそういう朝以外初めてじゃない。ところで全部見るとわかりやすい。なるほどね、うん。伝えることができないので、うん、それを全部見るとなかなか難しくない。難しい。うん、はい。磨いてあげたよ。おね、ありがとう。そう気づいたの。うん。ここちょっとチャルくなった。そう。うわ、甘めだ。カサカサ。一本しかねえ。いいよさ、大丈夫。いけな。
ここに次男が書いてくれたの。頑張れの、うん、書いてくれた。頑張れの、うんね。わざわざ来てくれたの。こうやって指差した時に、うん、ちょうどここに見えるように、すげー資料をこうやってした時に、なんか見えるようにして。落ち着いて。はい。これね、この指で。この指ね。うん。緊張しないように。まあ緊張するけど、ゆっくり落ち着いて。まあ多分。うん。緊張しないと思うけど、うん、そう分かんない、めっちゃ緊張する可能性もある、うん、まあ同じ、全員ジャガイモや、うん、うん、全員ジャガイモね、まあ、全員ジャガイモ、もうあんだけ練習したんだからさ、大丈夫、うん、頑張れ、はい、頑張っていきます、うん、頑張って、本当に、はい、うん、落ち着いてね、はい、うん、行っといて、はい、頑張って、じゃあ迎え行くからまた、よいしょ、出ましたね、はいよ、じゃあ行ってきます、いらっしゃい、頑張ってね、本当頑張って、いらっしゃい、行きます、気をつけてね。
お疲れ。お疲れ。じゃあ。お疲れ。どうだったかな。試験官はね、はい、何にも知らない人が入ってきた。そう、うん。何にもっていうのはどういうこと？本当に初めて聞いてどう思うかみたいな。なるほど。試験官が入ってきて、はい、外国人と日本の普通の男の人。外国人？まあでも日本語わかるよもちろん。なん2人？2人。うんうんうん。ほんでほんで。まあちょっと、うん、まあめっちゃ普通に会話って感じだったね。あ、そうなんだ。ガチガチじゃない。あれはプレゼンの方はどうだった？プレゼンの方はできてる。ちょっと帰ってからにしようか。一旦帰るね。はい、帰ろう。はい。お尻が破れてる。破れてるよ。横は治ったけどお尻が破れてる。お疲れさん。じゃあお疲れさん。お疲れ。ありがとうございました。まだわかんないけどな。わかんないけどね。本当にわかんないけどね。まあまあちょっとあと切符を待とう。そうだね、うん。今日遊び行くのもしかしてこの後？もちろん。行くの？もちろん。です。家族食べないの？食べない。やっと終わったねこっちは。いやいやいや、まあそうだね。まあそうかなって思ってたけど。おめでたくて家族で食べるってこと？そう、やっと終わったからお疲れってこと？うん、お疲れをねぎらってあげようかと思ったけど。家族優先しようって話だよね。今約束してんの？もう約束してる。あ、そう。まあまあ、そうだね。多分そうかなと思ってたから。そうだよね。はい。いよいよ。彼女で行くの？うん。はい、行ってらっしゃい。はい。早く帰んだよ。はい。お疲れさん。はい。どのぐらい？これ半分にしてかけない。あれ、あの要は中の空気が吹いてしまったからと割と変わらさなきゃな。そう、ちょっとだな今日。ゆっくりゆっくり、よいしょ。あ、変わらないよ。ご飯食べよう。お疲れさん。え、ありがとうございます。どこでもしない俺。そうか、手合わせてください。はい。いただきます。いただきます。あー。そう、みんなに修学旅行かなんかとかね。うん。沖縄な。さ、20年前に行った。あ、多分そう、俺も行ってるもん、確かに。行ってるお兄ちゃん。お兄ちゃんが1歳の時に行ったもん。1歳か。うん。覚えてるわけない。まだね、歩けなかった頃かな。うん。いや、三男君、勝ってるかな。ねえ。でも結構練習してたからね。ね、結構してたからね。うん。料理とかさ、お兄ちゃんの部屋で聞こえてんじゃない？ちょっと聞こえた。結構さ、恥ずかしがらずに大きな声でやるもんね。ね、偉いよね。俺とかやるとボソボソやっちゃう。ボソ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 。もさ、恥ずかしいからさ、ね、あんな大きな声でやるってすごいなと思った。しかも聞いてほしいって言って。ね、偉いね。偉い。
まあ本人には絶対言わんけど。ポンさんの褒めたね。まあでも勝ってるか分かんないから次のまたね、うん、準備もしなきゃだし。何？レポートなんかするんだっけ？また作んなきゃならないね。もう一回。手合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次の準備しないとな、でも。うん。昨日調べて、うん、出すからお父さんに。そしたらまた見て、うん、なんかさ、受かってんじゃない？うーん気がするよお兄ちゃんも言ってたみんな受かってるって思ってるけどね、これ落ちたらショックなやつだね。いや、ショックだね。まあ、分からんね、でも油断しない方がいい。まあ一旦お疲れ様だね、うん、まあ明日から始めなきゃなあ